アサカアニメティックナイト。CBC ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。地元名古屋出身のアニソンシンガーアサカです。土曜の夜、アサカとオタ活しませんか？めっちゃ緊張した。今回のオープニングコールはですね、この方からリクエストをいただきました。登場していただきたいと思います。どうぞ。こんばんは、日高のり子です。日高さん、はい、ようこそアニメティックナイトへ。いやいや、ありがとうございます。今回は読んでいただいて嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。そしてめちゃくちゃ緊張をしております。とんでもございません。とんでもない、とんでもない。今回ですね、日高さんからオープニングコール、はい、野球部のマネージャー風というリクエストをいただきました。もうそういう緊張しますよ。いや実際ね、野球部のマネージャーがね、なかなかね、おたかつしませんかってどういうふうに言えばいいんだろうって悩むよね。私も言ってからね、難しいなって思いました。いや癖があるようでないようなね、キャラクターだからね。確かに。実はですね、はい、もう日高さんとは2年ぶりですかね、お会いするの。そうですね。いや、ちょっと後ほどゆっくりその話もしていきたいと思いますので、はい、今日は日高のり子さんと一緒に番組をお届けしていきます。また現在放送中のテレビアニメ魔王城でおやすみのスヤリス姫役や、くまくまくまベアのシアーフォシュローゼ役などで知られる声優で歌手の水瀬のりさんがコメントで登場します。お楽しみに。それでは土曜の夜の30分、あさかとおたかつ、シームショ。あさかアニメティックナイト。改めまして、今日のゲスト、日高のり子さんです。はい、よろしくお願いします。わあ、この曲を聴くと。そうでしょ。うわあ、なんかこう、私まだ当時生まれてはないんですけれども、やっぱもう全国民がこの曲は絶対一度は聞いたことあると思いますし、そうですよね、私絶対カラオケで歌いますもん。絶対歌う。だから本当にあのカラオケで歌われているランキング、割と10位内には入りますよね、タッチのね。毎年上位ですからね。そしてなんかこの曲を聴くと、なんとなく青春を思い出すっていう感じですよね。なんでなんでしょうね。いや、擦り込みですかね、やっぱり。こちらですね、日高さん、ちょっと今回、初めてということでご紹介をさせていただければと思います。はい、まあ、もちろん日高さんをね、知らない人いないと思うんですけどね、ここで改めてと、はい、いきたいと思います。アニメタッチの朝倉みなみ役や、隣のトトロさつき役、ランマ2分の1、天童あかね役など、誰もが知るもう名作はもちろんですよ。はい、最近ですと名探偵コナンの世良真澄役や、サイコパスのドミネーター役、テレビ番組未来モンスターのナレーションなど、幅広く活躍されている声優さんです。そしてこの CBC ラジオでは、毎週土曜日夜11時から神谷明、日高のり子、トークをご担当されています。はい、 CBC 仲間で。そうなんですよ。この4月からね、はい、神谷さんとご一緒にやらせていただいていて、はい、そして日高さんはですね、この CBC 東京支社にあるこの九段下がご出身だそうで。そうなんです、もう子供の頃からこの建物を見てました。はい、あじゃあ今日はもう、あ、でも前のその、 トークでもこのスタジオを使ってらっしゃったりするんですよね。そうだから不思議な気持ちがして、うんうん、CBC ラジオ の、 その東京支社がある建物の前っていうのは、皇居一周マラソンのコースにもなんか入っているというか、で私中学は九段中学だったんですけど、はい、マラソン校内マラソン大会で走ってましたから、ここの前も、はい、走ってらっしゃったんですか。走ってました。ここの前を通って、で九段下の交差点のところを左に曲がって九段坂を登る、そこがね、心臓破りの坂なんですよ。それで右に曲がって靖国神社の前を通って、はい、九段中学の校舎に戻っていくっていうコース。結構長いコースですね。長いです。5キロ走りました。5キロ。そうで、3キロの場合は途中から北の丸公園っていう武道館のところですね、はい、途中から入ってそこを抜けてっていう、なんでショートカットって、そうそういうのもあったりとかするんですけど、だからね、本当なんか我が地元にようこそみたいな感じもある。ちょっと胸がほっこりしたんですけれども、はい、お話が戻りまして、うん、ちょっとオープニングでもお話しさせてもらいました、日高さんがご担当されているアニメスクランブルに、はい、私朝からもう3回もそうですね出演させていただいてて、はい、そっか、最初が2016年11月9日、4年前、もう私が初めて CD を出してっていう状態をお邪魔してるので、そうですよね、もう当時のこと鮮明に覚えてます。あー、私もまだデビューしたてほやほやで、右も左も分かんなくて、あんまり声優さんとかアーティストの方にお会いしたことがなくて、その中で日高さんにお会いするって、もう自分にとって
と。そうか、緊張しまくりで。でもね、こちらからすると朝香ちゃんは元気の塊みたいな感じで、はい、リアル高校生っていう感じがして、はい、例えばその東京にいると子役出身でっていう方もいて、うん、そうすると高校生ながらもう芸能歴何年みたいな方たちもいらっしゃる中で、だから朝香ちゃんはあの歌は歌っても CD も出ているのにまだリアル高校生の部分がすごくたくさん残ってて、あ、高校生ってこういう感じなんだなっていうのをね、なんか再認識するみたいなところがあって、だってまだ当時私名古屋に住んでいたので、そうだよね、あのでっかいケースを持って上京してきたんだよね。上京してきた東京に、ね、その都度その都度ね。あのアニメスクランブルの収録の時間帯って、うん、私学校がまだもうバリバリある時間なんですよ。ね、なので1時間目だけ出て、うん、名古屋から東京まで出て、ね、あの文化放送に行くっていう、本当にね、それぐらいしてでもやっぱお会いしたかったんですよ。いやでもね、嬉しかったですよ。いやもう本当にお話ししたいことたくさんあるんですけど、もうそんな日高のり子さんですね、うん、12月2日にシンガーデビュー40周年を記念したオールタイムベストアルバム、のり子日高オールタイムベスト40ドラマティックソングスをリリースされました。はい、ありがとうございます。いやもう本当に本当におめでとうございます。ありがとうございます。40周年っていやもうすごいことだと思います。そうだ、ね、私が生まれるはるか前から、もう私もあのデビューした頃に自分が40年間この業界で働けるとは思ってなかったので、うん、今かかっているのがデビュー曲なんですけど、はい、まあ、この曲を歌った頃には私は3年この業界にいられるかしらっていう、やっぱりどうしてもね、あのレコードデビュー、レコードですよ。そうだ、ドーナツさんのレコード、レコードデビューをして、でやっぱりあの歌手っていうとそのオリコンとかがあったりランキングがあったり、はい、やっぱりそういう人気っていうものもあったりするから、そういう意味で自分が生き残っていけるのかしらっていう思いがあって、うん、なんか石の上にも3年と唱えながら、はい、なんか生きていたというか、はい、そんな感じでしたね。あの私はこのアーティスト、そしてアイドル日高のり子さん、うん、をずっとあのちっちゃい頃から、まあ、母の影響で歌謡曲が好きっていうのもあって聞いていたので、まあ、声優としての日高さんも好きなんですけど、うんうんうん、やっぱこう歌手マイクを一本握ってステージに立っているお姿もとても好きなので、でちょうどねこのデビュー曲をレコーディングしたのが高校3年生の時。高校生だったんですか？高校3年生でした。え、映像とか拝見するんですけど大人っぽい。もう一度ブラックコーヒーの頃だとしたら、はい、それはもう高校卒業してた短大の1年生。ブラックコーヒーの時だと短大の1年生。でも19とか18とかまだでも10代ってことですよね。そうね、10代。でもねこの曲は割となんか私の等身大っていう感じで作っていただいてでしたけど、うん、はい、2曲目のもう一度ブラックコーヒーはちょっとね大人の路線だったんですよね。まあ、なんか曲調とかもちょっと大人な目線。そうだね。で、あの発売日も秋だったので、はい、やっぱりその当時の、ソニーというレコード会社だったんだけれども、はい、あのやっぱり秋というと逸話真由美さんの恋人よがヒットした。あ、懐かしい、恋人よ。そう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 、ね、じゃあなんかやっぱり秋というのはしっとりとした曲がヒットするっていうレコード会社さん的にそういうジンクス的な思いもあって、でそれであのこのもう一度ブラックコーヒーという曲が生まれたんですよね。そういう皆さんの、うん、やっぱり思いがあって、だから私がこういう曲歌いたい、曲歌いたいっていうことよりもやっぱりそのどうやったら多くの皆さんに聴いていただける曲が作れるかっていうことで、うん、作っていただいて、うん、ということで、はい、ぜひここでですね、うん、そのオールタイムベストアルバムから1曲聴いていただきたいんですけれども、はい、これはもう私が声優になってからの歌った曲なんですけれども、はいはい、実はあの愛知県の、はい、知多市という市がありまして、はいはい、その知多市の市政20周年の時に記念の歌を作ろうということで、はい、私がそのシンガーとして選んでいただいて、この曲なんとニューヨークでレコーディングしたんです。ニューヨーク、はい、知多市のイメージソングなのに、イメージソングなのにニューヨークで、そう、自由の女神を見てからレコーディングしたっていう感じで、はい、でも知多市のあくまでもイメージソングだったので、はい、それはあのカセットテープという形で多分知多市民の方たちに何かの時に配られたとか、だから全国の方に聴いていただけた曲ではなかったんですね、はい、でも今回初めてこのオールタイムベストの方に CD 化ということで、はい、あのカセットテープからそこから音源を取ってリマスター音源でっていうことでやらせていただきました。
じゃあぜひそのカセットテープからそう起こした曲起こしてきたそうですそうですこの楽曲を皆さんにも改めて聴いていただきたいと思いますので、はい、日高さんぜひ曲紹介お願いします。知多市民の方たちだけではなく多くの方に聴いていただきたいと思います。日高のり子で So You Can。 日高のり子さんがリリース中のオールタイムベストアルバムのり子日高オールタイムベスト40ドラマティックソングスから So You Can を聴いてもらっています。はい、もうこのタイトルがサビで何度も、うん、そういうキャン、そういうキャンと、そうなんです、ね、私もできるってもう自信が満ち溢れました。うん、なんか市民の方から歌詞を募集してそれをプロの作詞家の方が少し補作詞をして、そして出来上がった曲で、だからサビの一番最後のとこに君の夢って言ってるんですけど、歌詞カードの方ではチタの夢って書いてあるんです。あら素敵そう、チタの夢と書いて君の夢と歌うという、でもみんなで作り上げた、そうですね、だから本当にチタのみんなで作り上げた曲ということになってます。はい、本当その他にももっと素敵なね曲もたくさん収録されているんですけれども、はい、ディスク2、うん、こちらマイディアキャラソン&アニソンセレクションと題してアニメやゲームから生まれた楽曲がなんと21曲も収録されているという。そうなんですよ、私気がついたらキャラソンとかアニソンたくさん歌ってて、まあアニソンというよりもキャラクターソングの方が私の場合は多いんだけど、はい、声優になってからの私をよくしてくださってる方が多いので、はい、皆さんがその曲を聴くとそのアニメが思い出せるような、なんかそういうチョイスを考えて選びました。特に思い入れがある曲って日高さん的に何かあったりしますか？もちろんタッチの曲もランマの曲も入ってるんですけど、私の中ではその声優日高のり子として一番思い出に残ったのはどっち断平の挿入歌なんですけれども、はいはい、野沢雅子さんと一緒に歌わせていただいたっていう、はい、このアニメーションは私が主人公の断平くんっていうのをやって、でそして野沢雅子さんが陳年という、まあ、ドッジボールのアニメなのね、はい、でこの二人がだから、まあ、言ってみればバディを組んでる感じなんですよ。でどちらかというと私が引っ張っていってまこさんの役の方が陳年といって、ちょっとおとなしめのキャラクターという感じで、はい、もうアフレコの時から野沢さんの迫力がすごくて、はい、やっぱり私の方が引っ張らなきゃいけないから、もっと大きい声出さなきゃ、もっと張りのある声出さなきゃっていう、ね、そういうすごく勉強になったアニメーションだし、はい、まさかこういう形で CD という形でね野沢さんとデュエットさせていただけるなんて私はだからちょっと自分的にはすごく嬉しくって、これは、はい、いいでしょみんな聞いて聞いてっていう、羨ましいでしょ聞いて聞いてっていうファンの皆さんだけじゃなくって、うん、もう声優の後輩たちにも聞いて聞いて、はい、羨ましいでしょいいでしょって言いたい感じの曲ですね、うん、素晴らしい楽曲ばかりで、ね、やっぱり日高さんのお人柄が素敵だからこそもうそれにみんなも、いやいや音楽もたくさんついてきてるんだなってお話ししてて感じました。なんか私のソロだけじゃなくって、はい、山口勝平くんとデュエットしたランマの曲だとか、はい、あと佐久間玲ちゃんとデュエットした曲とか、そうやって皆さんと一緒に歌った歌も入ったりとかして、はい、本当に私の思い出の曲、思い出の曲本当にどれも素敵な曲ばかりだと思うんですけれども、うん、そんな日高さんですね、12月1日にはシングルとしては25年ぶりの新曲となる40周年記念書き下ろし楽曲ドラマを配信限定で先行リリースされました。そうなんです、なんかまあ、今回オールタイムベストの中には入れた曲というのはもうみんな全部やっぱり私にとっても思い出の曲たちっていう感じで、はい、歌い直した曲もあるんですけれども、でも若い頃の私のために作ってくださった曲たち、はい、だから今の現在の私の曲も40周年記念に作っていただきたいなと思って、シンガーソングライターの柳井恵子さんにお願いしてたくさんお話ししてね、はい、柳井さんはねまだ30いくつぐらいの若いか30代前半の若い方なので、はい、やっぱり私のことをある部分からしか知らないっていうこともあって、だから20代の頃はどんな風に過ごしてどんな風に仕事してきたのかとか、こんな楽しいこともあったしこんな辛いこともあったしみたいないろんな話をして、でそこからインスピレーションをねえ、で作ってくださったドラマっていう曲、はい、とても気に入ってます。いいことも悲しいことも全部あってのドラマ、そうなんです、そうなんです、ですもんね。そう、なんとね初のミュージックビデオも公開中、そうなんです、ミュージックビデオは本当に撮ったことがなくて、はい、今回初めて、うわもうぜひ皆さん見てください、楽曲も素敵ですけどきっとミュージックビデオもね
素敵だと思うのでそうですね、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はいはい。その他日高のり子さんの最新情報はオフィシャルホームページや公式ツイッターをご覧ください。ということで、日高さんとお別れの時間が近づいてきました、はい。なんか私はずっとこう声優日高のり子としてのお顔をしかずっと見ていなかったので、うん、今回これを機にちょっとアーティストだったりとか、うん、昔のアイドルの時のお話だったりとか、うん、いろいろ聞けてすごく幸せでした。よかったです。いやぜひまた遊びに来ていただきたいんですけれども、うん、最後リスナーの皆さんにメッセージお願いしてもいいでしょうか。そうですね、皆さんにいろんなところで私の声を聞いていただいていると思うんですけれども、私のことを最近、知った方たちにも私の昔のことも知っていただきたいなと思ってギュギュッと、詰め込んだアルバムができました。足立満先生にもジャケット書いていただいて私の似顔絵書いていただいたりして私自身の宝物になってしまったようなアルバムなんですけれども、ぜひ多くの方の手に取っていただけたら幸せです。これからもますます頑張ります。よろしくお願いします。改めまして日高のり子さんのオールタイムベストアルバムのり子日高オールタイムベスト40ドラマチックソングスは好評リリース中です。皆さんぜひチェックよろしくお願いいたします。ということで今日のゲスト日高のり子さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは、朝香です。もう久しぶりの日高さんとお話できて嬉しかったし、すごく情熱を感じましたね。ということでここで私の曲も聴いてください。来年1月から放送開始のテレビアニメゆるキャンシーズン2のオープニングを歌うんですけれども、その楽曲をようやくこちらの番組でも皆さんに聴いていただきます。とってもハートフルな曲に仕上がってるので聴いてください。朝香でシーズナデイ。皆さんいかがですか。ぜひキャンプ場で聴きたい曲になってると思うので、発売楽しみにしていてください。1月27日に発売予定です。朝香でシーズナデイでした。朝香アニメティックナイト。ゲストコーナーさんの2、この時間は声優で歌手の水瀬いのりさんです。去年の4月以来なんと1年8ヶ月ぶり4度目のコメント出演、現在放送中のテレビアニメ魔王城でお休みのスヤリス姫役やクマクマクマベアのシア・ホシュローゼ役などを声優として演じる一方、本日初のオンラインライブを開催されるなど歌手としてもご活躍されています。いやー、もう水瀬さんとはね、実はね、直接会ってる回数よりもゲームを遊んでる回数の方が多いんです。声優のね、大西沙織さんと仲良くさせていただいてから、ちょっとゲーム仲間としてゲームを遊ぶようになってですね、ちょっとオフ会みたいになるもん、きっと会ったら、あー、いつも助けてくれてありがとうみたいなさ、オフ会っぽくなるんじゃないか不安になってます。きっとコメントでも触れていることでしょう。ということで、水瀬さんからのコメントを聞いていきたいと思います。どうぞ。アニメティックナイトをお聞きの皆さん、朝香ちゃんこんばんは、水瀬いのりです。実は去年の4月以来1年8ヶ月ぶり、そして4度目のコメント出演ということで、いやいや、たくさんお話をさせていただく機会をいただけて嬉しく思ってます。次はぜひ、多分毎回言ってると思うんですけども、次はぜひスタジオに行きたいですねと思っている水瀬いのりです。今日はパーソナリティの朝香ちゃんから質問をいただいているということで、いのりさんこんばんは。こんばんは。先日は声優の大西沙織さんと3人でゲームデッドバイデイライトをオンラインで一緒にプレイできてとっても嬉しかったです。そこでいのりさんのお気に入りのキラーまたはサバイバーを教えてもらえませんか。また大西さんと3人でプレイしましょうねーといただきました。ありがとう。そうなんです、あさかちゃんと沙織と3人でデッドバイデイライトをやらせていただいて、あさかちゃんめちゃめちゃ上手いですね。すごい。私たちがまだ初めて日が浅いってのもあるんですけど、もう俊敏に動くし、めちゃめちゃ助けに行ってくれるし、私結構ビビってずっと発電機回してる派なので、あ、誰か言ってる、よかったと思って、大体朝香ちゃんで、わあ男気あるなぁと思いながらプレイを見守っていました。とても楽しかったので、なかなかね、前回やった時は脱出できなかったので、今度こそみんなで4人全員脱出を目指しましょう。私の好きなキラーまたはサバイバー、キラーは全員嫌いです。好き、あ、うーん、いや、ナースは可愛いかな。ナースは可愛いか。あとなんか最近出たツインズという新キラーがめちゃめちゃ怖い。まだ会ったことないんですけども、
なんかお姉ちゃんと弟なんですよね。そう、なんかね、お姉ちゃんのなんか右肩か左肩かになんか弟が戻っていくの、穴が開いてて、弟が単独行動できるらしいからめちゃめちゃ怖いなと思いながら、ぜひ3人でまたプレイするときにはね、打ち勝ってやりましょう、そんな思いです。さて、そんな私水瀬いのりですが、12月2日に9枚目のシングルスターライトミュージアムをリリースしました。今年2020年はアーティストデビューをしてから5周年ということで、アニバーサリーシングルにもなっているこちらのシングルです。そしてちょっとね、厚かましいですが、12月2日は私の25歳の誕生日ということで、そんないろんなアニバーサリーが詰まった1曲、そして3曲入りのシングルとなっております。こちらの楽曲は作詞にも参加をさせていただいて、作詞経験はあんまり多い方ではないんですけども、今みんなに伝えたいことだったり、5年続けてきたからこそ言える言葉だったりをこの曲には込めたつもりです。なので聴いてくれる皆様にもそんな思いが届けばいいなと思っております。 MV だったりジャケ写だったりもこだわっているので、ぜひともそちらの方も楽しみにしていてください。その他、私水瀬いのりの最新情報はオフィシャルホームページや公式ツイッター、インスタグラムなどをチェックしてください。ぜひとも次は朝香ちゃんと生でお話ししたいです。まだオンライン上とちょっとしたね、イベントだったりフェスという形でお会いしたことはあるんですけども、まだがっつりおしゃべりしたことないので、いつもパワフルなねステージを見させていただいているので、そういったアーティストとしてのお話なんかも聞きたいなと思っております。ここまでのお相手は水瀬いのりでした。おやすみなせ。水瀬いのりさん、ありがとうございました。本当にいつ会えるんだろうか。これも私から率先して機会作んなきゃダメだと思うな。もう私が野口さんに声かけて3人でご飯行きましょうぐらい言わないと、多分仕事でお会いするってなかなか機会ないと思う。ただ私もフェスでお会いした1回だけだもん。頑張ります。こういうところでコミュ力を発揮していかないとね。ということで、ここで12月2日にリリースされたニューシングルをお聴きください。水瀬いのりさんでスターライトミュージアム。転調する部分がね、よりこう希望を見つけたっていう表現につながっていて、もう素敵だなと感じました。ということで、水瀬いのりさんがリリース中のニューシングルスターライトミュージアムを聴いてもらいながらのエンディングの時間です。ここで朝霞情報。12月19日土曜日、東京都千代田区の科学技術館サイエンスホールで行われるラジオアニメージュのイベント6第1部にゲスト出演します。こちらはネットラジオ超 A&G プラスで声優の久保田美優さんが放送中の番組ラジオアニメージュのイベントで、今回は実際に会場でのチケットだけでなく生配信のチケットも販売されます。楽しく美優さんとトークしたいと思っております。ぜひ会場に来られない方も同時に鑑賞してください。改めてね、1月27日にも9枚目のシングル She's the Day 発売します。そちらもよろしくお願いいたします。いずれも詳しい情報は朝霞の公式ホームページやツイッターをチェックしてください。そして番組の実況はハッシュタグひらがなでアニナイをつけてツイートお願いします。朝霞見てますよ。番組公式ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日は声優の日高のり子さんをスタジオにお招きしてお話ししました。もうアイドルのんこちゃんのお話聞けてハッピー。ママ喜ぶだろうな。朝霞、ブラックコーヒーの話、私好きって話しといてって言われたからさ。ママ喜んでくれるかな。でもやっぱ私改めて思ったんですけど、親が聴いてる曲ってやっぱり自分が大人になっても影響ってずっと受け続けるものなんだなって思いました。もう母がいたから私日高さんの曲もね知ってたから感謝です。そういう意味ではこれからも日高さんの曲私ずっと聴き続けていきたいと思ってます。もちろん出演されてるアニメも見ますよ。ということで、来週はアニメソードアートオンラインアリシゼーションやダーウィンズゲームなどの主題歌で知られる地元稲沢市出身のアニソンシンガーアスカが久々のスタジオに登場ですよ。さらにテレビアニメ魔法科高校の劣等生来訪者編のエンディングテーマでデビューしたシンガーの佐藤美希さんもコメントで登場します。アスカも魔法科高校の主題歌も歌ったりしてるので、皆さんぜひお楽しみに。それじゃあ来週も朝霞とオタカ通しよ。はい、次、はい、次、あーもう専門ノックダメだよ。しっかり